はい、どうも熊沢です。本日はね、超雑談をしていきたいと思います。最近ね、やっぱり改めてこう思うことがあります。やっぱ映像を撮ったりとか写真撮ったりして、自宅にデータ持って帰ってきて、まあ、編集の作業っていうのをしていくわけなんですけれども、特にね、映像の編集、これ僕従来ずっと長いことファイナルカットプロ10を使ってきました。で、ここ数ヶ月、何ヶ月ぐらいかな、でも本当に半年経つかな経たないかなくらいですね。多分半年は経ってないかなぐらいで、ダヴィンチリゾルブスタジオ、まあ、優勝版のダヴィンチのライセンスを購入して、ダヴィンチを使ってます。その前からダヴィンチを使うことはあったんですけど、まあ、優勝版である必要性をあまり感じていなかった。強いて言うなら、まあ、ラットを作るくらいのこと、あとは、まあ、グレーディングをしていくということぐらいの感じでしか使ってなかったんですけれども、まあ、やっぱりね、最近そのアイドルさん撮る機会が増えたりとか、してきて、いわゆるそのお肌の調整ですね、まあ、ビューティーっていうオープンエフェクスを使ったりとか、フェイス修正っていうオープンエフェクスを使ったりとかっていうのと、あとライブ映像を撮っていて、1時間の公演の中から1楽曲ごとのいわゆるエクスポーズ、書き出しですねっていうのが、まあ、必要である、なんていうことから、まあ、ダヴィンチに、その例えばダヴィンチってカラーが優秀だよねとか、あとフェアライト、まあ、MA で結構いいとこあるよねっていう感じで、まあ、言われてる部分結構多いんじゃないかなと思うんですけど、実はそれ以外のところで結構魅力を感じていて、ダヴィンチを最近積極的に使ってるんです。ただ完全移行できてるかって言われると、まあ完全移行する気も別にないし、完全移行しなければならないわけでもないし、完全移行はできてない、してないっていう状況なんですよね。で、まあ、ソフト1個でまとまるといいよねとか、まあ、そう思われる方も中にはいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は特段その大きく何か、ファイナルカットプロに対してのデメリットというか、こここうなったらいいのになって思うところもあるし、ダヴィンチを使っていて、あ、ここがこうだったらいいなって思うところもあって、まあ、それを意外とこの2つのソフトで補い合えている部分があるんですよね。でもっと言うと、もともとは僕ファイナルカットで MA するときはロジックに移動してロジックでやってたんですよ。で今でもほとんどダヴィンチのフェアライトページを使うことが増えてるんですけど、でもなんかライブの2ミックスを仕上げるときはやっぱりなんかロジックの方がいいんですよね。そういう部分もあって、結局ソフトをいろんなところに行ったり来たりしているわけです。まあ、でも写真なんかでも多分そうで、僕はほとんどキャプチャーワンで完結しちゃうんですけど、まあなんか僕はデザインとかもやらないんですよ。デザインとかはやらないので、わざわざフォトショップに移動してとかってあんましないし、スキンレタッチも最近エボートが優秀なので、本当にスキンレタッチの依頼とか追加修正とか必要ならエボートを使っちゃうんですよね。っていうくらいほとんどキャプチャーワンで済ませて、移動するとしてエボートなんですよ。だからなんかそのソフトを移動するっていうことに、そもそもそんなにこうなんていうのかな、抵抗がないんですよね。で、もともとミュージシャンをやっていた頃はロジックで曲作って、レコーディングとミックスはプロツールスでやって、でマスタリングはまたロジックでやってみたいなことをしてたんですよね。今でこそもうプロツールス使わなくなったんですけど、まあ、理由は簡単で、今音楽作ってないからですね。細かなミックス、マルチミックスとかを作ることがほぼほぼないので、別にロジックでもいいかなっていう感じだったりしてます。
ロジックでできないことがプロツールスではできるんだけど、そのロジックでできないことが今の、ロジックを扱う中でそんなにデメリットに働いてないっていう感じなんですよね。うん、でじゃあそのダヴィンチと、ロジックじゃなくてダヴィンチとファイナルカットプロをまあ行き来するというか、まあ、行き来するってことはないな、ファイナルカットで、ある作業をしてダヴィンチに移行するっていう、ね流れで制作をしてるんですけど、基本的にはファイナルカットに個人的には部があるなと思ってるところ、これはあくまで熊沢個人が扱った時の、個人的メリット優位点っていう話です。あのファイナルカットの方がこれが優れてるよ、ダヴィンチの方がこれが劣ってるよっていう一般論の話ではなくて、超個人的にっていうことです。どうしてもここは長年使ってきたファイナルカットプロに軍配が上がってしまう部分もやっぱあるんですよね。うん、それは、そもそもの UI が見慣れているっていう部分もあると思うし、操作のコマンド、まあ、コマンドに関してはねある程度あのファイナルカットのものをダヴィンチでも使えるので、そこまでその差があるかって言われると、まあ、差はない部分もあるんですけど、まあ慣れっていうところは結構大きい。で1個はカット編集ですね。うん、カットしていくっていう時に僕はファイナルカットの方が馴染みがあるし、いろいろと便利だなと思ってる。でそれは何かっていうと、まあ、マグネティックタイムラインであるということですね。うん、これ結構大きいんですよ。でこれを言うと多分いやダヴィンチのカットページもマグネティックタイムラインじゃないかとおっしゃられる方はいると思います。でも細かいことを言うとちょっと違うし、カットページって拡大縮小ができないんですよね、タイムラインの。できないよね。僕が調べた限りはできなくて、これちょっと僕嫌なんですよね。うん、でもまあ一応カットページでは基本的にはカットすると、カットしてそのカットした間の対象のクリップを削除するとマグネティックでひっつくっていう形にはなってるので、まあ近しいことはできるんですけど、まあ細かいところでやっぱりちょっと違うっていう部分があるんですよね。うん、であとはマルチカム編集ですね。うん、マルチカム編集をするときにあのコマンドキーを使えるんです。そうでこれ、まあ、マルチカムちょっとねあのいろいろ僕も課題があって、あのいかに効率化していくかっていうところでどうするとうまくいくのかっていうことをいろいろこう考えたんですけど、今その最適解があの出来上がってるので、まあ、皆さんにいつか近々お見せできる日が来るんじゃないかなと。マルチカム編集を日頃からされる方がどれほどいるのかっていうところはちょっと謎なんですけれども、まあコンテンツとして残しておきたいなと思って、うん、それはちょっといずれ出しますが、マルチカムの、まあ、今そのカット割りスイッチングですね、この点において僕はファイナルカットの方がやりやすいんですよ。うん、でもしかしたらなんかそのいわゆるそのスピードエディターとかを使えばもっとしやすいよっていうご意見ももしかしたらあるのかも分かんないんだけど、まあ、現時点で僕の場合はそういうスピードエディターとか使わないし、基本的には JKL とまあケンジントンの僕エキスパートマウスを使ってるんですけど、左手でね使ってるんですけど、このケンジントンのエキスパートマウスはあの右クリック左クリックとあともう一個上に右クリ左クリがあってコンビネーションでコマンドを割り当てておくことができるので、そのコマンドにコマンド B とかコマンドコントロール B、 コマンドシフト B かコマンドシフト B とかいろいろ割り当ててあるんですけど、まあなんかそういうねあのコマンドとかの組み合わせで別に普通にカットしていけるのであのいいんですけど、
スイッチングに関してだけ僕が調べた限りではダヴィンチの場合こっちの数字キーね、ここの数字キーあるじゃないですか、ここの文字列に並んでる数字キー、ここでのスイッチングはできるんですけど、テンキーでのスイッチングができないんですよ。テンキーで僕はテンキー必須の人 で理由がいくつかあるんですけど、まず書類を作る時っていうのがどうしてもフリーランスありまして、まあ請求書とか、企画書とか、交番表とか、まあ何かにつけテンキーを使うんですよ。でそれ以外にも例えば、5.8K とか 6K とかの素材、オーバー 4K の素材をにズームかけるとき、もう数値が分かってるわけなのから数値で打った方が早いですよね。とか、プラグインなんか使ってて、あの音楽のプラグインなんか使ってて、ある程度好みの設定っていうのがあったりするんですよ。この楽器に対してはもうアタックタイムはこれなんだとか、自分の中で好みの設定があるので、それもダブルクリックで入力できるようにしちゃってテンキーで打っちゃうっていうのが早いんです、圧倒的に。で僕の場合左手でこのトラックボールを使うんですよね。で使うのでテンキーまでの速度がめっちゃ速いんですよ。うん。右で使ってる人は一回マウス外さなきゃいけないか、左手をこっちに移動してくる必要があるけど、まあ、そういうわけじゃないじゃない。そう、僕の場合は右手がフリーになってるからすぐ文字を書くこともできるし、テンキー打つこともできるし、モディファイアキーも、わかります？ここにリストレストがあるんですけど、ここでいじっててコマンドが必要になったらモディファイアキーここでしょ。僕 US キーボード使ってるんでモディファイアキーがここにあるから、わざわざ手を外さなくてもこっちに移動してくればいいの。こうやって使ってて、ここコマンド P とかコマンド M とかコマンド V とか、まあこうもできるしね。だいたいだってコマンドコピー、コマンド V、コマンド C でコピー、コマンド V で、ペースト、コマンド A で全選択とか、コマンド Z で1個戻るとか、だいたい左手に集まってたりするんだよね。うん。でそれがここで全部完結できたりするから結構便利なんだけど、さらに右手がフリーなことによってテンキーへのアクセスも早いの。でテンキーの使用頻度超高くて、でファイナルカットでのマルチのスイッチングはテンキーでできるんですよ。なんだけどダヴィンチは僕が調べた限りテンキーでできなくて、そう、もし有識者の方でいやテンキーでもできるよって方がいらしたら、ぜひちょっとコメント欄で教えていただけると嬉しいです。僕が知る限り、やった限りではちょっとテンキーが使えなかったっていう事情もあって、カットの編集っていうのはもうファイナルカットプロの専門職、これは僕の中で、うん、専門としてやってもらってます今、うん、何をするにもまずはファイナルカットを開いて素材を読み込んでプロキシを作って、タイムライン並べてカット編集、あるいは、マルチカムクリップを作ってタイムライン並べてマルチ編集してまでがファイナルカットの量分で、その後に、ドット XML、 違うファイナルカット独自の XML ファイルっていうのがあるんです、FCPXML という、それを書き出してダヴィンチを開いて、コマンドシフト I、うん、でタイムラインとして読み込む。そうすると、ファイナルカットのタイムラインのものが再現されます。だから僕の場合どういうことかっていうと、カット編集が終わったものが、ダヴィンチ上に再現されるっていうことですね、うん、でマルチカムクリップも、スイッチングが終わった結果がタイムラインに反映されているという状態で、ここまで来たら、僕の中でダヴィンチにこう優位性を感じているところっていうのがいっぱい使っていける。例えば、トラック管理ができるということですね、うん、このトラックっていう概念は音楽をやってた人間からすると、まあ、すごく分かりやすい。
うん、もちろんね画面を占める割合っていうのが増えてってしまうんだけど、ファイナルカットみたいに乱雑にそのオーディオレーンは分けられるんだけどビデオレーンは分けられないみたいな、そういうのがなくなるのですごく便利だと思うし、あとビデオに対してオーディオに対して要はそのトラック自体にビーッとつまんでフェードかけれるでしょ。あれもやっぱりいい。いちいち不透明度をキーフレーム打って変えたりとかしなくていいし、割とこう DTM DAW ソフトを使ってるような感覚で使うことができるっていうところも結構馴染みやすいポイントで良き、うん、特にダイジェストなんか作ってると、絵は残しとくんだけど音は一旦フェードアウトしていって次のカットに行くっていうような編集もしたりするので、この辺やっぱ使いやすい。エディットページが結構使いやすくて僕は好きなんですよね、うん、で、まあ、この辺なんかの優位点、それからやっぱりカラーの部分ですよね。カラーの編集っていうのはやっぱりいざ使ってみるとノード構成ってすごく使いやすいです。 もちろん別にワンノードでやってもいいし、ルールはないわけじゃないですか。うん、後で自分が見返した時に分かりやすいから、ポイントで修正がかけやすいとか、 あとはね、まあ、おそらく誰かとプロジェクトを共有しながらやる時にデータを渡した時に分かりやすいっていうのもノード構成でやっていくところの一つのメリットかなと思うんですよ。ワンノードでやっちゃうとノード開いてどれの数値が変わってるかとかで、あ、これ変えてるんだなとかってなっちゃうわけじゃないですか。だけどそこをミュートするだけでそれがオフになったりとか、1補正に対して1ノードっていう考え方でやっていけば、その誰かに受け渡した時にも、まあ、すごく分かりやすいっていう、ね、うん、部分があるので、すごくいいなと思うんです。それから OpenFX でビューティーとかフェイス修正があるのも、まあ、僕の今の働き方というか仕事の仕方の中においては、まあ、すごくメリットが大きいんですよ。で、まあ、マルチカムに関して言うと、まあ、最近その課題は解決したんですけど、結局調整レイヤー紙じゃねみたいな感じになってたの、うん、だからファイナルマルチとかだけはファイナルカットで全部完結してもいいなって思ってたんですよ。スイッチングする前にとかなんかいろいろ考えてたんだけど、結局今はダヴィンチでマルチのカラーやるのが一番早いなっていうことに、結論として至りました。うん、でこの結局ね、これも課題解決するのに3日ぐらいかかって、やっぱ結局しっかり腰を据えてダヴィンチを使ってまだ数ヶ月なので分かんないこといっぱいあるんですよね。基本的なところはだいたい共通言語だったりするので分かることいっぱいあるんですけど、突っ込んだことを言うとちょっと分かんない。それこそビンって何っていう話とかね、ビンってなんだよって話じゃないですか。うん、ね、分かれば意味は分かるんですよ、まあ、フォルダのことねみたいないうこと分かったりするんですけど、まあ、スチールとかもよく分かんなかったし、いろいろこう調べてようやく分かることっていっぱいあるわけじゃないですか、新しいソフトって。その中で分かんないことが多いからなかなかその課題が解決できなくて、3日ぐらい撮影現場で手が空いた時とか、撮影現場に向かう電車の中とか寝る前とか、ひたすら調べまくったの。もうネットの奥深くまでディグリ倒したんだけど、なかなか僕にとって最適な答えっていうのが、まあ、見つからなかったんですよね。うん、いや困ったなと思ったんですけど、そんだけ調べるといろんな情報が自分の中に飛び込んできてるので、そのいろんな情報をですねちょっとずつこうつまんでつなぎ合わせていったら、まあ、解決するに至ったんですよ。でその解決したことによって僕の中では、さっき言った通りカット編集とかマルチのスイッチングはファイナルカットでやるのが一番早いんだけど、結果としてその後は全部ダヴィンチに任せるのが一番効率的だったっていうことになりました。なのでこの僕がなかなか3日かけてようやく解決できた効率化課題の部分っていうところをちょっと丁寧に動画にしてみたいなと思って、これをね取り切った後にやっていこうかなと思っております。はい、あ、まだ2時半とかなんだね。さっきまで甲子園の
僕の地元神奈川県からね、東海大相模が代表校で出ていたので、東海大相模と富山商業の試合をずっと見てまして、あの無事、危なげなく、4対0で富山商業に、勝ちまして、なんとか初戦突破したんですけれども、それを見てですね、気づいたらまだ2時半だったですね。僕もなんか4時半くらいの感覚でいました。うん、いや今日実はある撮影があったんですけど、いろいろあってちょっとリスケになりまして、1日フリーになったんですよね。うん、でもちろん家でする、編集業務とかいっぱいあるんですけど、ちょっと落ち着いて YouTube の動画も撮りたいなというところがあったので、まずはリハビリがてら超雑談ということですね。はい、まあ、そんなこともあって、こういかに仕事を効率化させられるかっていうのはすげえ重要だなっていうのを改めて感じました。うん、ちょっと話はね、なぜダヴィンチに完全移行できないのかっていうテーマからは逸れていくんですけど、効率化すること、苦しむことが、苦しんだり悩んだりすることが重要な場合もあるんですよ。うん、だけれども、何でしょう、物理的に技術的に解決ができることはある程度、効率化したり、何かをコンピューターに任せたりすることで効率化を図っていく、楽をするっていうのは悪いことでは僕はないと思うんですよね。うん、特にライブのマルチカムをやってて、自分が一番こだわってるとこなんだろうなっていうのはやっぱ音ハメなんですよ。結局その撮影のことはもう振り返れないわけですよね。撮影の時のことは撮影の時にしか課題解決できないから、編集に入ってしまうともう撮影のことを振り返ってもしょうがない。ある素材で、最もいい形に仕上げるほかないわけですよ。だからじゃあそこで考えることっていうのは、素材が良かろうが悪かろうが、まあ、音とどれくらいシンクロしてるかリンクしてるかっていうことなんですよ。だからそこに一番時間を使いたいんですよね。でそこで、まあ、もちろんスイッチングで基本的にはもうパン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 曲に合わせてマルチビューを見ながらですねやっていくんですけど、まあ、もちろんちょっとタイミングずれも出てきたりとかするので、その修正だったり、あとは僕の場合はオーバー 4K の、 素材に対してズームかけたりをするんですね。ダヴィンチでいうとダイナミックズームを僕は基本的に使うんです。これダイナミックズームもね、よかったら速度というか、まあ1フレームに対してどれぐらいのピクセルズームかかるかが内部的に変えられるといいなと思ってます。今はちょっとそういうわけじゃないので、一律多分そのクリップの長さに対してこれぐらいの倍率のズームをかけるから、速度がそれに対して相関的に速度が変わるっていう考え方ですね。うん、だクリップが長くなればズームの速度は遅くなるし、クリップが短くなれば、速度が速くなるっていう感じなんです。でこれもちょっと変えられるといいな。最大の倍率が決められて、で速度が変えられるみたいな、うん、っていう感じになると、もっと個人的には便利だなとは思ってます。ただダイナミックズームをオンにしてイーズ量っていうのを変えられるんですけど、僕は基本的にリニアでやっていて、で方向ね、インかアウトかっていう、ズームインかズームアウトかっていうのはこの反転で変えられるので、これで反転していくことによって、僕なんかはこう定点の素材に対してダイナミックズームをかけるっていうことをして、絵に動きを持たせてるんですけど、要はそのオペレーターが一人増えたことになるので、めっちゃコスパいいんですよ。でまあそれ以外にもダヴィンチだとエフェクトかな、カメラシェイクっていうエフェクトがありますよね、 FX がありますよね。それを入れてカメラを動かしたりとかすることも結構あって、まあこれも定点の素材に入れるんですけど、まあそういう細かいところ、絵が面白いとかだけじゃないですよね。
ライブの映像っていうのは、その自分たちの技量を見せつけようとか感性を見せつけようっていうものではないので、結構勘違いされがちなのはちょっと残念だなって思ってるんですけど、まあ、勘違いされてもしょうがないのかなっていう部分がね、あるので、だってライブ、まずすごい話がずれちゃってるからちょっと微妙ですけど、ライブ、結局ライブだけじゃなくて撮影行為って目的があって初めて意味をなすので、目的があるからそういうワークをしてるっていうところは、まあご理解いただけると嬉しいなっていう気持ちはありつつな感じなんですけど、まあ要は話を戻すと、編集段階で一番時間を割きたいのはタイミングの修正なんですよね。スイッチングとタイミングの修正、ここに一番時間を費やしたいんですよ。うん、だからもちろんカラーにも時間を費やしたいし、なんだけどそれ以外のところでなるべくストレスがかかってほしくないんですよ、うん、ただでさえ編集って結構ストレスがかかるんです。集中するところ、見るところっていうのはすごく多いので、今この画面に映ってるね素材は、まあ1時間17分10秒、7フレームの、まあ、素材なんです。素材っていうかカンパケの長さになってて、でこれをさタイミング修正一個ずつして、で気持ちよく音はめされるようになっていて、で定点の映像に対してそのダイナミックズームをかけたりとか、揺れを追加したりとか、そういう細かなことをやっていって、今度はカラーで見てみるとクリップ数って1918もあるんですよ、うん、これ5カメの素材なんですけど、だこれをまあカメラごとの、要はキャリブレーションじゃないですけど、まあ、ノーマライズをしていくわけじゃないですか。まあここで改めてルミックスのカメラって全然実は色違うなって思ったりとかね、まあ、もちろんセンサーサイズによるダイナミックレンジの違いとかっていうのはもちろん把握してるつもりですけど、あ意外と色の出方違うな、でもこれってレンズの差もあるしな、なんとも言えねえなっていうね、まあ、とこもありながら、ぶつくさ言いながら、まあコレクションしていくわけですよね。まあ、そういうこともしたりして、で1時間の尺の素材を、素材というかマスターのデータを最終的にはプレビューして、こうちゃんと、このライブの魅力、このグループが持ってる世界観だったりパフォーマンスレベルのパワーっていうのが絵にちゃんと反映されてるかどうかっていうのは、カメラマンだったという主観と、エディターとしての主観と、あとはライブ好きとしての客観的な視点と、いろんなものを持って判断をしているつもりなんですね。だからストレスはかからないわけないんですよ。集中するんで、でもちろん熱中もできてるんだけど、だから不用意なところでストレスがかかるっていうのはあまりよろしくないから、こう効率化できるところは効率化していきたいし、最適化できるところは最適化していきたいという結果を追い求めているので、結論から言うと、その最適化を求めた結果、ダヴィンチには完全移行できないというのが今の僕の最適な答えなんですね。うん、うん、ダヴィンチがだから、その僕が今言ってたようなことが今後のバージョンでブラッシュアップされていって良くなっていく、あるいはまだ僕がなんだろう、ノータッチな部分だったりしたせいで解決ができてない、例えば10キーがスイッチングで使えないと思っていたんだけど、ここをこうすると実はできるんですよっていう、例えば誰かからご指摘ご意見っていうのをいただいたことによって、だったら別にマルチカムは全部ダヴィンチでやってもいいよねとかになってくると思うし、っていうようなこと、あとはスピードエディター買えばカット編集マジで早いっすよみたいないうことになってきたら、それを投資するに値するなと思った時点でスピードエディターを買うんだろうし、うん、でもスピードエディターを導入しなきゃいけない状況になると、出先の電車の中とかでできないんですよね。移動に、結構僕移動中に編集を完了させるって結構あって、うん、2カメ1オペのライブ映像を
電車30分の中で完了させるって結構あるんですよ僕。ファイナルカットの中で、プロキシ作っといて、で先の PC と SSD に入ってるそれを開いて、もうねほとんど決まってるの、どういう風にしたいかっていうのが。定点の素材と僕のオペレーションの素材の2カメなんで、だいたいこういう風になるっていう想定があるから結構早いんですよね。でキーも 1,2 でいいから、僕あのラップトップには10キーついてないけど、ここの数字キーで本当に 1,2,1,2 みたいな。でしかも L で2倍速してても大丈夫なの。うん、2倍速してポン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 みたいな感じで変えてって、最後そのスイッチングされてる点線のところだけタイミング修正して、でそれを FCPXML に書き出して、ダヴィンチで再現して、ダイナミックズームかけて、でカラーやって、で家帰ってきて、こっちのメイン PC ね、ボカンで最終調整をしてデリバーしちゃえば終わりっていう感じなんで、結構出先で完了させられる仕事いっぱいあるんですよ。ってなるとスピードエディター、でもそういうのってスピードエディター必要としないから、スピードエディターが必要なっていうか、その個人的爆速カットが必要な編集って、密着もの、ドキュメンタリーだったり、その Vlog チックなものだったりっていうものなので、だってそれは正直個人的には本当にそのカットページよりもファイナルカットの方が僕は早い。でもスピードエディターあるとめっちゃ早いよみたいな。でも僕 JKL も使うから、 JKL で早くすることはできるんですよね結構。うん、だけどまあ今んとこ慣れてるものでやるのが一番ミスが少ないしいいなっていうところもあるので、結果として、最適化を図った結果、完全ダヴィンチへの移行っていうのはなかなか僕は難しいと思ったというような超雑談でございました。また次回の超雑談でお会いしましょう。熊沢でした。